敵の戦力はこちらの想定以上か。僕たちが力を合わせれば。今向こうに着地した機体はクリオスガンダムとセラビーガンダム。合流しよう。招待官さん、こちらソレスタルビーイングサポート部隊、ストレマイオス2まで支援します。協力感謝。無理はすぎない。うん、少し無理して進む必要があるかも。ドレミー、撃沈される前に僕の仲間を落とさせやしない。守ってみせるんだ。アローズの増援が続々と来てる。物量で押されるとまずい。これ以上の進行は食い止める。味方を見殺しになんかしない。途中でイノベーターの妨害がありえるよ。みんな気をつけて。油断せずに行くぞ。これだけの敵戦力、トレマイオス2は防ぎきれるの？方向システム、各管制通信、センサー類の損傷が甚大なんだよね。どうしてそんなことに？極秘データベースにアクセスすると、ダブルオーライザーを起動させラグランジュ3の敵を退けたものの、アローズが衛星兵器を使用したのを知り、そいつの破壊ミッションに突入。見事打ち倒したが、敵の奇襲を受けて地球圏に落下、地上に不時着。しかもセツナ君の乗った W オーライザーから隠れてしまったというわけで。破壊隊の敵の解説。そして彼はバッター王者のアイクスにね。ダブルオーライザーっていうのはセツナ君のガンダム？CN ドライブを2機積んで、さらに支援機オーライザーと合体したガンダムを超えたガンダム、ソレスタルビーイングの切り札だね。この距離を狙うぐらいガベッサにはたやすいこと。やっぱり来たよ、イノベーターが。攻撃型打たせるもんか。ハデリアがいなくても。ガンダムマイスター他にはいるの？勝負よ。カレルヤ・ハッピズン人格ラン。あなたは捕まえられない。わざわざ僕たちが出てきたこと感謝。どこまでも邪魔をして。動きさえ止めればこのまま一気に行くぞ。急いで招待状。トレミーが破壊されたら。マガラ、そこだ。払ってもらう。僕は生きてみせる。モビルスーツの損傷ない。このまま押し切って。総大将さん、ガンダムマイスターです。ここは撤退するしかないようだ。ガネッサ、撤退します。この先にトレミーがいるはず。急ぎましょう。奴らだ、包囲するんだ。応援を要請しろ。こいつ敵の増援か。苦しい時に。こりゃドレミーの今どうなってるか。総大将、何としても突破して。何としても持ちこたえて。信じるのよ。みんなドレミー発見。戦術の方針埋められる。ユリエガさんも無事だね。でも敵の攻撃が始まってる。このままじゃ船体が持たない。やらせるか。誰にもみんなを傷つける。やっぱりもう一機、近接タイプのやつね。人類のために不要な存在は排除する。イノベーター、やらせはしない。人間を殴る。ここで消えてもらうぞ。私の手によって。まだぞ。ここで私たちがやられるわけにはいかない。悪あがきが過ぎる。非力すぎる。全てはイオリアの計画に即している。同類を撃つとは忍びない。やらねばならぬ使命がある。譲れないものはこちらにはある。イオリアに見出されながら人類の支配だなんて。見されてる。刹那君たちは戻ってこれないね。ガサを恐れなら今は無駄だ。僕はお前を許さない。僕は人間だ。あの時に誓ったのだ。仲間を守り敵を倒すと。僕たちは負けない。何度戦おうとも。再び世界を変えましょう、未来のために。よかった、トゥルーミッションが成立した。小隊長さん、本当にお疲れ様。歌、未来を作る歌